だいぶ乾いてきたかな。もう何時間か。最近はね、気温が上がってきて30度近くなるっぽい話になってるんで、今日もね、30度夏日になってくるかなと思っています。昨日はトマトとキュウリの刺繍立てを紹介させていただいて、この残りの子たちもね、じゃがいもメークインをね取った後待機をしています。それともう夏になってくるとちょっともう諦めてたんですけれども、なんかこっちのほうれん草ちょっと元気っぽいんで、4月25日に種まいたやつだから、まあその向こうにあるインゲンですよね。インゲンも お初でね、食べたんですが、次々また実ってきているんで、毎日、少しずつ食べていけるかな。かろうじて、ダイソーの種で、発芽をした、要所要所人参があるんですけれども、この間にですね、今日は、このほうれん草また間に入れていこうかなと思っています。はい。それと去年、スーパーで買った F1 の南京かぼちゃ、これも、第2号、去年種を取ってもう一回出てきたやつで、また花がつきかけてるんでね、もうまた去年と同じところに、置いておこうと思います。10種類ね、去年、植えて、10色のレフアなんで、縞模様、アルビノの白いのが出たりして、一番美味しかったやつをね、種だけ取って、全部の種取ったんですが、場所がないんでね、そういう風にして、もう一種類だけにしようかなと思ってます。で、あと、レタスもサラダで、収穫して、要所要所、抜いて食べていっています。はい。で、キャベツがね、やっぱりヨトウムシがいてるんで、ネットかけてもヨトウムシくんが食べるところと食べてないところと、ばらつきがあるんで、もう声をかけながら、ここだけにしてねって言いながら言ってます。間隔が密なんでね、だからそのために密な3密それこそみたいな感じになってると思うんですが、まあね、今日は向こう側のネットに、さっきのかぼちゃ、去年と同じ場所にかぼちゃを這わせていこうかなと思っています。はい。で、昨日ですね、はい、おはようございます。昨日ですね、植えたプチトマトと大玉トマトと、ちょっときゅうり、ネットをかけた状態で、しばらくはね、大きくなるまでは、この状態で、やっていこうかなと思ってます。はい。だから、まあ、枯れ草マルチをやってるんでね、昨日植えたとこなんですが、やっぱり大地に入ると、心持ち、なんか、大きさが違うように思います。9センチポットのね、中だけだと、地熱、地温も違うでしょうし、なんか雰囲気が違うなって、朝来た時にね、葉っぱの、シャキッと具合と、ここぞ今から大きくなるぞというような顔をしてくれてると思ってます。ということでね、今日も始めていきます。はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。キンポンです。これね、今日、自宅のキッチンから、持ってきたんですけどね、はい、これなんです。これ人参ね、ヘッドをね、切ったところなんですが、これ、観葉植物になるかなとも思ってるんですが、まあされた方結構ご経験のある方あると思うんですが、これを土に植えた時に果たしてこの下根っこの部分、根っこが出てくるかどうかやったことないんで、された方あります？やってみようかなというふうに思ってます。さっきね、100円ショップの人参が植わってるところの横に印をつけてねやっていきたいと思います。ということで今日も一日よろしく。まあね、これぐらいで、まあ、ちょっと腐るの覚悟はな。もうちょっと大きくしてある方が本当はいいかもしれないけど。それか、まあ、ハイドロカルチャーっていう方法で、もう少し様子を見て、観葉植物的にね、ダンゴムシにやられてしまうかもわからへんな。まあ、
一応遊びですこれは。ダンゴムシは入れるしね。でも遊び。どうなるか。実験。頑張れもうね、田んぼに水が入る、季節になったね。用水路からうちの田んぼじゃないけど水が入ってきたらカラスが急になんかヨタヨタとやってきて、ミミズかなんか獲物を探してるんやろね。みんな食べるために必死。こっちもここ去年かぼちゃ植えたところね、場所、この、防虫ネットのこのネットにね、沿わせて、鈴なりに去年も収穫できたんですよ。で、超簡単で土がねまだ全然できてない、石だらけなんですけど、去年の控えがここに差してあって、南京5月16日に、種まきして6月の6日にここにやってきました。今年は4月28日にね、種植えたんですけど、6月の今日が3日なんでね、植える時は同じぐらいかな。今年は、1株、2株、3株、4株で、やっていきたいと思います。まあ土自体がそんなにいい土じゃないけど、とりあえずは、かぼちゃ南京では収穫が望めそうです。今年も植えます。植え付けをね完了しました。昨日と同じようにですね、のっけて堆肥、枯れ草堆肥ね、これを土の上に、いくら土ができていなくてもこれを乗せておくことによって、湿度が保たれながら、微生物によって新しい土へと変わっていきます。まあ、実際かぼちゃ4株だったんですけれども、昨日定食したその残りのキュウリの苗があったんで、一緒に混ぜて植えといています。まあどっちになっても取れたらよし、取れなかったらそれでもよしというようなことでね、植え付け完了してます。まあブロッコリーの方も向こうに植えたりしてますけれども、余った苗はね、レタスでも何でもこんな感じで、こういうところに植えてます。これも取れたらよし、取れなかったらよしという感じなんですけれども、虫もよくわかってるせいか、どっちか一つの方にだけね、虫穴がついてて、もう一つはちょっとマシようなそういう、感じです。虫がそれがわかってくれてるんだったら感謝ですね。明日がね、土曜日なんでね、やっぱり田んぼに、水が入っています。で、しばらくねこっちの方も、ウリハムシ対策、ネットをかけて大きくなるのを待ちましょう。はい、ということでね、こっちの方も少し整備をしまして、モロヘイヤと花オクラ、それからオクラ、そして、スイカということでね、植えてい、きました。はい、まあ果樹の中にまた、スイカ、これもね、去年ダイソーの種から収穫した種からね、発芽させたスイカです。なんかまあどういう味になるか分かりませんけどね、スイカ要所要所、スイカを植えたり、しています。まあそんなこんなで、何かね食べれたらいいかなということで、やっていってます。まあレタスもね、余ったところに植えたりなんかして余ったやつ全部ね。で、花オクラも全部種から育てたんで、1メーターぐらいの高さになるんだったら花オクラ、花として楽しめるのもありかなということで、要所要所コーナーのゾーンに、やっています。はい、まあね、ネットが入ってるところにはまともに、レタス今日もお昼一つ抜きながら食べていこうと思ってるんですけれども、ということで、頑張っていきましょうもう調子に乗ってもうそのままどんどんもう植えてしまうことにします。今日はもう日中30度、もうすごい夏日になって、日頃はね、タオル鉢巻きなんですけど、もうやっぱりシミ防止、ということでちょっと
いつもの夏用の帽子をかぶりながら、植えていきたいと思っています。はい、もうねスイカとかいろいろもう全部オクラとか今日はできる間に梅雨までに進めて、いきたいと思っています。ということでまあなんとか、このスナップエンドウの後あとですね、コーナーの、4カ所は花オクラ、まあ、背丈がある、1メーターぐらいになるっていうことなんで、ポイントで、花オクラが咲いてくれて、でまあ中心から右が、4月25日に、もう一回植え直した、ほうれん草。もう暑くなってしまうのでね、糖が立つ前にもう、もう少し大きくなったらもう食べてしまおうかなと思ってます。で、中心側、精一杯、芽出しをしてくれた 1,2,3,4,5 5株、ナスビね、入りました。で、後から植えて芽が出てるちっちゃいタイプもどこに植えるか悩んでますが、ピーマンと、ナスビとその列になったらどうかなという、まあ、そういう今試案中なんですが、そんな感じで、このゾーンは、完了です。もうねこのところ最近取り始めたもので、ランチメニューとなっています。レッドオニオン、紫玉ねぎの、梅ドレッシング、梅あえ、梅マヨみたいなそんな味になってました。今ちょこっと食べました。でね、レタスが取れたんで、レタスとねきゅうりの中華風の和え物になっています。そしてね、先般あの試し掘りをした、メイクインのね、醤油、バターニンニク炒めみたいな、ニンニクのねこの前取った味がものすごい効いてます。で、まあ、こっちはね鶏の中華味かな、うん、ということで、いつものようにね、シュワシュワということで、食べていきたいと思います。ということで、今日は暑いです。30度超えてるんちゃうかな。今日やっと夏になったっていう感じ。暑かった。はい、もう結構ね昨日ぐらいからキュウリとトマトともうマジ、菜園やってるっていう感じ。もう普通に収穫、エンドウ収穫するんじゃなくて、もう植え付けってしんどいね本当に。いただきます。でもね今日見てもらったようにもうどん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 植え付けが終わるとね、これから夏本番になるともう収穫を待つばかりということでね、結構もう気分的にテンション、マックス、非常に楽しいです。ということで、いつも最後までね、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。またね、次回もお楽しみに、いつもありがとうございます。ではごきげんよう。